はい、皆さんおはようございます。2024年5月13日、衆議院議員の原口一博です。上京前の花百姓ですね。これ、お迎えしました。ありがとうございます。バラ、アンジェラ、これ壁にね、ドワーって広がるそうです。親友の M 君が自分の庭でやってるんで、お前もどうだということでですね。いやー、ああいう武骨な我が城南中学校のエース、すごいですよね。あの男には何もかなわんやったですもんね。でもこんな繊細な趣味があるとは、人は見かけによらんもんですね。まあ僕も人に言えたもんじゃないですけど、それからこれ妹のとこから持ってきた、これね、かわいそうに、これこの子、妹のとこ行ったら豚猫がいて、その保護猫なんですよね。あの子名前なんていうのかな。で、餌をなんかずーっと置いてるらしくて、で、猫ってその猫食いでちょこっとずつしか食べないと言うんだけど、もうバンバンに食べて、なんか普通の猫の倍ぐらいあったんですよね。あれ猫良くないんじゃないかな。ということで、そういう、まあ猫の話はこれぐらいにしてですね。さあ、上京前の花百姓をどうするかですね。ちょっと昨日も雨だったんで全く手が入ってなくて、ここはお迎えしたやつですね。まあ君たちよかったね、雨が降ってくれて。で、ドンファンの横のいつも影になってるこの子、頑張ったね、よくここまで来た。レモンチェルリーもそうですね。こうやって剪定したらまた花芽が出てきてますね。この先に花が咲くわけです。で、今書書きました。皆さんお送りしますんで、お待ちになってください。これ倒れてるから、やっぱりこれはもうどっかしないとダメですね。この辺で、琵琶は花香がまだ来てないっていうことは酸っぱいってことらしいです。花香が食い始めたら、まあ、この頃あの人たちも全然もうなんていうかな、見向きもせんですもんね。あのイチジクとかもね、こんな美味しいのに、東京で買ったらいくらするんだと思うんで、カラスに言ってあげたいと思いますね。で、このキウイ君、これやっぱ絶対棚だよね。もうこれ棚はもう職人さんにお願いしよう。職人さんに。お、すごい。ドンファン5号。で、僕が名前をずっと忘れてたこの子。そうです。ストロベリーアイスって言うんですね。綺麗ですね。僕この子大好きなのにしょっちゅう名前忘れる。これはツルミュージック、ストロベリーアイスとちょっと似てますね。すごく似てる。で、これはそうです、君はピエール・ド・ロンサールでしょ。いや、ちょっと違うね。あれ、あ、今週の目標ダメでしたね。あっちょー、ロイヤルサンセットももうこんなになって切ってあげないとです。やっぱり剪定してから行かないと。で、この辺ブルーベリーがあったはずなのにありました。あ、でもこっちはね、太陽がないからナットランバイ、ナットランってなんて実がなってないということですね。うん、まあでも大体成功でしょう。これ邪魔ねって思ってたんですよね、これね。で、この子は桜の木なんですね。邪魔で、この子も邪魔ねって。これ桜の木だから、台がここに植えたかって僕に決まってますもんね。よう考えて植えんと。これもうバラを隠しますね。もうほとんど考えとらんね。あ、
ついに。いや、なんか今日はスラックス君も花が終わりましたね。よう頑張りました。そして今日絶対やっとかなきゃいけないのは、やっぱりこの玄関周りはもうちょっときれいにせんとかなんですよ。要するにもう花が立ちきれないでるんですね。これはあの支えをしてあげないといけない。支えを買うのにもお金かかりますから。じゃん、これでしたよね。笹くんがもう限りなくしょっちゅう出てきてくれるんで、これでバラの支えをします。エコでよかでしょう。君たちも僕に取られる運命だ。こっちはねレッドスターすごいですね。まあこれもでも切らんというか、これ約2時間コースやな。東京に行くまで間に合わんじゃない。これでうちの優秀選手マーガレット君、これから蒸れないようにと下をこうやって切ってあげたんですね。マーガレット君頑張ってくれたな。夏越しが大変ね、マーガレット君。でここがうちのバラ園、第二次バラ園ですね。いやこの子も支柱ですね。支柱を立ててあげないと。いや昨日母の日でね、母のところ顔だけ見せてよかった。あげると言ってたの、あれはまだあげてないですもんね、あのイチジク。でこのつるバラをこのリーフまでやれるようにね頑張ってくれたまえ。まだまだ足らんばい。で今日はそうですね、うちも人に言えんね、この子をもうちょっと切り詰めてあげて。いやパンジービオラ今回だいぶ切ったけど、もうそろそろ夏に向けて買えないかもしれないですかね。もうなんつったってポーチラカでしたよね。ポーチラカガンガンに増えますもんね。イチジクは強いね。すぐなりますもんね。この子もね株分けして、これあの要するにさあれに向かうんですね。これあの水が嫌いですね。少し乾燥気味の方がいい。イチジクくん納豆ですか。あら、ナットランですね。あれ、なんで？実が見えるところにいっぱいあったけど、もう落としたですか？ないですね。ということはもっと後か。あれ夢見たんかな。ないですね。この辺もバラが、この子が今年は咲かんね。花芽がないもん。ああやっとここにベーサルシュートが出てきてる。だからこの野原にやられたの。野原にこの野原くんをちょっと切り詰めてあげないと。いやーもう本当にむちゃくちゃに植えすぎ。もうお互いに喧嘩し合ってますもんね。ここもまあ、ここはメインはブドウくんですね。ブドウくんがちゃんと僕の期待通りなってくれる。このハンギングバスケットも変えてあげないとですね。
この白バラは成功やな。あっちょ、倒れとる。やっぱり嵐で倒れるんですね、この子。起こしてやらないか。倒れてますね。そよぎですな、これは。やっぱりいかにすごかったか。こうダブルノックアウトもいくら強くてもこれは先すぎやろ。少しお礼のあれをやんないと、やってあげないと。わあ、これは由緒正しきバラですね。ものすごくでかいです、これ。名前は分からず。この子ももう2番花が咲くほどしてますね。いやーすごい、これベーサルシュートがガンガンに。だからやっぱり添え木してあげないと、若い やつは折れちゃうんですよね。この宴くんもそうですね。もう花の重みで垂れてますもんね。で、僕が一生懸命剪定したやつ、そう、これスーパーアリッサの、ついこの間まではしだれてたのを全部思いっきり強剪定したんですね。この子もやな。あーもうこれもうちょっと間に合わんばい。カリブラコは意外とダメですね。ここに何を植えるかなんですよね。ここ軒下なんで雨が入んなくて大体枯れるんですよね。だからポーチラカを待ってるんですけどね。だいぶ荒れてきましたね。まあでもここまで持ったというのはいいことでしょう。お、今日の応援団モンシロチョウ、蜜うまかですか。スーパーアリスさんもここまで切り詰めて頑張ってくれたまえ。君たちは夏越しが大変だから、冬は結構強いんですよね。お、今日の応援団ケロケロ。これもですね、ラビーニアもやっぱ雨風がすごかったんだ。ラックス、クリスマスローズと来てハッピネスですね。ハッピネス、これイマジンでしょ。イマジンだっけ、なんだっけ。ああ、ここもバラは綺麗だけど、花柄ず摘みがね、大変。プリンセスモナコ。お、取ってもらってる。ニンニクですね。ニンニク、収穫されてます。で、この子たちが代わりに。でも、この上のアンズ君をどうにかしないと、アンズ君に完璧に太陽を持ってかれてますね。アンズ君、あんたメガソラホだね。まあ、しょうがないね。ここニョロニョロゾーン。ヘビおらんでしょうね。たまに木にいたりしますからね。宴。これも切らないか。ああ。まずこっからやね。こっから切って。エビはおらんやな。ここは危険ゾーンなんで。いきます。だから小屋が邪魔だよね。小屋。
もう業者さんにお願いして小屋を移すかね。太陽がないとやっぱり弱いんですよね。おめでとう。楽しみですね。ブルーベリー食べるばい。東京で買うたら高ばい。ブルーベリーはブルーベリーですね。ブルーベリー食べるばい。カラス食うなばい。あ、そうか、これも株分けしてあげなきゃいけない。せないかんのがいっぱいあるわ。で、しかし気を取り直して、すごいクレマチス、えらい。クレマチスが、あれ、これも斜めってる、倒れてる、わあ、倒れてる、ギャー。折れてる。なんじゃこら。いや。どうしましょうかね。倒れてるのを起こす。当たり前ですね。まあでも倒れてるから。あ、これも折れとるやろ。あれ、折れてなかった。この子好きなんですよね、綺麗ね。ピースやろ。いんやかね。名前覚えろって。はあ、じゃあこれはもうどうするべ。そうか、これも出してやらないかんと。あれもこれもこれも。あ、やっぱり Pierre de Ronsard じゃないですね、さっきの。違うもんね。 Pierre de Ronsard はこういう花でしょ。あ、これも切ってやらんとダメね。もうせんべい缶ごとのどっさいやっか。なんか嫌やんって言った。人間っていうのはですね、やっぱりこうやれる範囲のことがあったら、まあなんとか頑張ろうと思うんですけど、こんなにやらないかんことがいっぱいあると何やっていいか分かんなくなるんですよね。不思議なもんですね。この子たちも鉢上げしてあげないといけないけど、この時期危ないですもんね。困った。何から始めますか。一応ね、計画を立ててはいたんだけど、あまりにもやっぱ嵐がひどかったんですね。嵐がひどかった。あんた大義しとけ、小屋のことはどこに住んどんねっていう。悪かったな小屋で。親父が設計してくれたら言えば、そがん言わんでほしかね。ここでね、子供たちを育てたんですよね。もう床もぐよぐよになってんで、住宅屋さんに頼んで床を張り直さないんですね。さて何からやるでしょう。何からやるでしょうと言ったら、もう大体ですね、僕の頭の中にはこれが入ってるわけですね。まずこれを食べるとこからでしょう。優しいことからやんないと。なりすぎてるもんね。ちょっと食って減らしてあげないと。まあ森顧問に怒られるといけないけど、ここ森顧問の管轄ですからね、ビアはね。でもいくらなんでもこれは多すぎろ。減らさんべかんやろ。何から始めるでしょうか。でコウコさんはもう剪定してあげたんですよね。剪定だから、コウコさんはいいんですよ。この子がいなくなったらもう泣きますからね。でももう2番果の準備が、
えらかばい。あなたも結構なバラでもね、10年選手やもんな。スーパーアリスさんも成功。そうなんですよね。そうそう、成功してるとこからスタートしていくわけですよ。ああいう失敗してるとこを見ると、失敗というか倒れたりね、折れたりしてるとこを見ると心も少しね内向きになりますけど、成功してるのがいっぱいあるわけですから、こんだけやってたらね、いい方でしょ。このブライダルシャワー、ラグダンジュ、これも綺麗ですね。本当はね、花が終わったぐらいでまた摘んであげないといけないです。でもまだ6月じゃないですかね。かあ、昨日は綺麗に咲いてたのがこんな花は切ないの。しかし君は綺麗ですね。やっぱこうついたてしてやらないか。今日の目標はついたて。そしてまずの目標はビワを味見。1、ビワの味見。2、ついたて。3、バラの花の花柄摘み。そしてあの子ですね、植え替え。ということで皆さん、最後はブライダルシャワーで、ラグランジア PW さんのですね、ブライダルシャワー、これはもう夏過ぎてから移せと言われたけど、そっとあの根鉢を壊さないように、ね、根をですね、でっかいのに入れてあげました。というのはいないじゃないですか、月曜日から金曜日まで。でその間に雨が降んないと、まあ水やってくれる人が多いけどね、だけどそれもやってくれて悪い花もあるわけですね。水多すぎてまずいのもある。この子は水欲しがるだと思うんですよね。じゃあ赤がいいって。そうですか、赤だとこれですね。では良い一日を。ごきげんよう。ありがとうございました。1600人もご覧いただいて恥ずかしい限りです。まずビワを食うぞ。あ、と言って手袋なんでスイッチが押せない。お、これおかしいね。これ押せるはずだったの。あれ、止まらん。止まらん。手袋が外れん。逆を取って、手袋してないとですね、蚊が食うもんだから。取れた。じゃあごきげんよう。良い一日を。ありがとうございました。